行き先は。ん？これどこだ？逃げろ！ダルメキア？あ、待って、おい！おじさん待って。こっちです。早く。え？え？え？うわ。うわ。ワールドの奴ら、何を思ってこんな戦を。わしに聞くわ、知らぬわ。貴様が戦場で指揮を取らぬか、このありさまなんだろう。好き好んで退いたわけではない。参謀なんぞ誰がやりたがるか。貴様が訪れてからというもの、アカシアは襲ってくるわ、妻は家を出ていくわ。まったくもってろくなことがない。うわ、来るぞこれ。長くは持たんぞ。敵は混成軍、アカシアとアジンの20万。このランデラに置かれた兵だけでは到底太刀打ちできん数だ、うん、では中央砦も。周辺の集落から民兵やベアラーたちが合流して水際で持ちこたえておるらしい。ああ、この局面で手を取り合うとは皮肉なものだな。あ、そうだよな、ベアラーも。生きるために覚悟を決めただけだ。覚悟か、我々に足りなかったものだよ。そうだよな。うわ、これ大丈夫か。待って、うわうわうわ、おじさん、うわ、二人だけかよ。うわ、あれ、頼みがある。わしにいくつか舞台を貸してくれ。頭でも打ったか、さっきの話を聞いてるだろうが。聞いておったら、武衛を承知でこうして頼んでいる。どうしてもおいの力になりたいのだ。まさか、シドのことか。うわ、いけるか。うお、ふざけるなよ。滞在に兵を渡すことなど、滞在人などであるものか。うわ、おじさん、本当に。うわ、待って、世界を守る。人が人として生きられる場所を作るために、今この時のためではない。わしらのために、世界のために戦っておるのだ。だがアザヒールド、兵を送ったところでウォールドリアとても。うわうわ、やめてくれ。うわ、待って、うわ、うお、ならばその2。うわぁ、ディオン・ルサージュ。ディオン、いや、復活したか。ザンブレック清流騎士団の生き残りを預ける。好きなように使うがいい。おい、そっか、今日に外の状況を報告しておけ。はは、直ちに。うわ、ありがとう、助けてくれて。もうよかった、おじさん知らなくて。どうして機構が協力を。フェニックスには借りがある。わ、いいね。お前もおいを信用しろ。調子に乗り寄ってからに。まずは再編か。ああ、そうだ。なら、誇りに思ってくれてるってすげえいいな。合流した清流騎士団はどれほどだ。お待ちください、部隊長。貴様に稼ぐほどの兵が残っているかどうか。竜騎士たちを外の隊に回すんだ。あ、そこ生きてたのか。デランス、ディオン様。そっか、よかったな。護衛を任せる。私に、おそばを離れろと。その少女は世の命の恩人だ。あ、そっか、あの子にか。寝床と食料を与えてやってほしい。ディオン様、できません。頼む、テランス。世の償いに身一つで赴かずして誰に顔向けできよう。今度こそ民にこの身を捧げたいのだ。めちゃくちゃいい人だよね、この人。世の願い叶えてくれるな。だからこそアルテマに踏みにじられたの嫌だよな。あなたのためならば。
うか無事で。なんだろうな、俺もさ偏見なんかやっぱあるけど、でも愛の形は同じだよな。そうだよな。いや、こっからどうなんだろう。あ、で合流はすんのか。兄さん、よく無事で。クライブ、なんとかな。もう旦那さん助けられなかった。お前も無事でよかった。女子はそれで、奴は決着はついた。うん、そうだね。あ、待って。うわあ、そっか、伝えたか。そう、村人は、うわ、一人しか生き残らなかったのか。うわ、この子どうすんだよ。生きられねえよこんな場所じゃ。助けねえと。だけどバルナバスは死んだ。クライブがみんなの敵を撃った。でもだからさ、その先をどうするってのはな。やりようがねえよな。誰に恨みをぶつけるじゃなくて、ここからどう生きていくかってのはさ、ガブ、難しい話だよな。なんだ、これからか。これからの話か。すまねえクライブ、うん、俺もお前たちについていきたいんだが。でも歩かせるの大変じゃねえか。いや、エンタープライズとの大事な伝令役なんだ、うん、しっかり伝えてくれ。それと彼女の面倒も頼む。ああ、任せてくれ。みんなによろしくな。ご好意に感謝します。そっか、この人だけは無事に、うん、まあ、ガブだったら行かせてよかったのか。安心か。臨月も近いのにこんなところに置いておけないさ。そうだよな。それにかくまうなら隠れ家の方がいい。みんないるからね。そうだよね。バルナバスは自らアカシアになり、ずいぶん前からアルテマに仕えていたようだ。自らアカシア、俺をアルテマの器として完成させるべく世界に混乱を招いてまでな。うん。ウォールード王国はそれで自らを破滅に追い込むような動きをしていた。ああ、だが奴が言っていた人の救済という思い、あれはおそらく本物だった。うん。だからそこに付け入れられた狡猾なアルテマによって。人の救済か。うわ、ジョシュ、俺たちは人か。いや、ドミナントだ。僕たちは人じゃない。いや、でも人でありたいと願ってる。
それは僕も同じ。だからアルテマと戦う。違うかい？いや、その通りだ。バルナバスも人だったし、だから生きるために必死な人ってのが。バルナバスが言っていた。まずはクリスタルはアルテマが廃したと。アルテマ？奴が？うわ。マザークリスタルは大地から際限なくエーテルを吸い上げている。そのせいでエーテルが枯渇し黒の一帯が広がった。際限なくか。もし奴の言葉通りなら黒の一帯の元凶もまたアルテマだ。お前は何かつかめたのか？アルテマが求めているものはイフリートと、そしてフェニックスが一つになった姿。そう、クリスタル自治領でバハムートに打ち勝った僕たちの姿だ。あれがおそらくアルテマ本来の形なんだろう。奴は兄さんの体を使ってあの姿に戻ろうとしているのかも。だから心と体に分かれたみたいな感じなのかね。これはきっかけ。きっと本来の形、つまり肉体を欲するのは精神体のままではできないことがあるからなんだ。何をなそうとしてるのか。それにマザークリスタルからエーテルを吸い上げているのもアルテマ自身というのなら。じゃあアルテマが肉体とエーテル。そうか、今つなぎ止めてるって。その方法を必要とするものは魔法しかない。アルテマは途方もなく強大な魔法を使おうとしているのかもしれない。ん、それが奴の目的か。なおさらマザークリスタルを破壊しなければ。完全体になったとしてもそれができないと意味がないと。黒の一体も止める。ここからは俺たち兄弟の戦いだ。そのつもりだよ兄さん。そっか、一人じゃねえよってか。うわ行こう。いいな。ドレイクスパインへ。あの地で奴が待っている。そっか。そっか、二人の戦いか。うわ、マト、マトね。もうガブの言葉がそのまま言葉になったな。で、オーディンの力あるな。斬鉄剣。まあ、使うな。どっかでな。うん。召喚獣オーディンの魔法障壁は消えた。これなら、ストーンヒルへ向かえるはずだよ。そっか。ただ、一旦ここで終わりにしておこうか。はい。戻ってきました。ね、あの後、ちょっと一週間また空いて、ちょっとね、個人的にクエスト進めたり、なんだったりやって、まあ、レベル上がったりだとか、で、クエスト関係もとりあえずやることやっちゃったから、あとこれね、リスキーモブ掲示板、倒しまくったよ、頑張って。灰の大陸にしかいないやつとかが、結構いるから、こいつらは、まあ、後々だね。あ、一応国か。ここが、巨大な城壁だ。埋まってそうだもんな、巨人。これがストーンヒルかも。王都はここを越えた先だ。うん。突破するぞ、ジョシュア。あ、兵士はいるかな。でもいるかな、この状況で。アカシアになってんのかな、大概。あ、こいつら倒さないといけない感じだい。関門の守備隊か。よいしょ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 。じゃあ天聖の炎、ここでやってしまおう。燃やせ。オッケー、おらよ。よっしゃ。あ、オッケー、終わった。あ、やった。あー、エネミーズスレイ、なんとこだった。あ、レベル上がりそう、上がりそう。あ、やった。よっしゃ、来た。あー、レベル上がった。43だね。うん、あれからまた強くなったかな。ようやく終わった。終わったよ。少し休むか。行けるか。大丈夫、先に進もう。行っちゃうか。
いやー、かなりきつかったぞ。ちょっとポーションが欲しい。ポーション欲しいよ。あ、目的地周辺。あ、すまんな、めっちゃ近場で降ろしちゃった。で、ここはどう行きゃいいの？なんかあるけど、これは。あ、あ、ポーションだ。よかった、優しい。あ、普通にこうやって出んだ。で、ここは？待ってな、一旦録画、大丈夫だった。うん、普通に出ただけか。大丈夫か？疲れてねえか？見えてきたよ。ん？あれか。うわ、すっげえ雷鳴とどろいてるけど。レイクスパイン、最後のマザークリスタルだ。そうだね。でもあれを壊して俺たちは終わりじゃねえかな。まだその先があるからね。あそこに、あ、いける、呼べる。アンブロー、お前の力も当たった。力を借りる。あれ、ここから飛び降りれる？行ってみよう。うえ、いけなかった。いや、縄文なんだけど、誰一人いねえな、ここ。ってことはだよね、ほら、死体がないな。やっぱ、溜まってもエーテル玉になっても。大陸に来たから死体を見たのはわずかだ。ああ。昔屋になって灰に化したということか。ああ、そういうことだね。あ、やった。ここも一応飛べるようになった。ん？でもまだ意外と遠くね？あそこまでの道ちょい遠いよね。うん、静かだね。もう誰も。オートストーンヒルにはアカシアどもが渦巻いているはず。まあだろうね。ここからの道は城へと続く橋だけだ。うん、逃げ道はない。もう進むだけだよな。覚悟はできてるよ。うん、この兄弟の物語だからな。壊しに行こうぜ。来たな。天気すっげえ悪いじゃん。悪天候だぜ。この中行くのか。もう生きてる人間なんて俺たち以外いないんだからね。ベアラーが少数いるかなって感じだけど、うわー、やられてる。内乱ってわけじゃないけど、自国のためにやられてるわけだからね、これは。まるで戦場だな。ひでえありさまだな。この様子じゃ、もう生き残りはいないかもしれない。だってこの人たちって別にバルナバスの目指した世界にいたいと思ったわけじゃなくて、普通にここで暮らしたいからここで戦ってやることは一つだ、いたわけだからね。ああ、そこがな、かわいそうだよな。魔と騒乱、生き残りいるのかな。ベアラー関係はやっぱいるのかなって思うけど、乗れたりはしないね。もう進むしかね。いらっしゃるね。おら、待てよ、おらよ、試させろ。おら、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 これしかやってないけど。一般人もいるじゃん。ここに来てやられちゃったのか、逃げようとしてやられちゃったのかわかんないけど。何この円形じゃ、絶対戦うじゃんこんな場所。てかリヴァイアさんのドミナントっているのかね。そういえばだけど、あれ、どちらさん、やめて。ベヒーモス、ベヒーモス、魔獣まで刺激を。うわー、やめていただけると助かるのです。え？アカシア、力溜め込んでらっしゃる。何やろうとしてんの？何？何それ？うわーい！何それ？え？メテオ？まずい。まずいね。魔法衝撃でいけるか？うわ。うわ、結構規模でかかった。思った以上に規模でかい。帰る道がなくなっちゃった。うわ、大丈夫？兄さん、
てらっしゃるね。お前ら、帰る道完全に断たれちまった。やるしかねえじゃん。やつを片付ける。まあ、もともと後戻りする気はなかったけど、あんなに削られると逆に嫌だよね。うわ、痛え。オーケー。で、あ、削れる削れる。いや、綺麗に削る。うわ、しゃー。で、凍らせろ。よし。いやいや、いや、この凍るの楽だね。いや、ジルのね、この、まあ、ジルじゃないけどもジルか、ジルの技ね、凍らせることできるから、こうやって、うん、これ楽だよね。うん、ちょっとめんどくさい時に一回凍らせてもらって、こういう時にさで、あの、止めるとかね、相手の動きを一回止めて置けるとかあるから。いてててて、でも攻撃は食らってるけどねっていう。あ、来るな。こうや。オーケー。で、俺もやりて。待て、ここや。ういてー。あ、やべ、すまない。すまん、ジョシア。そしてノーコメントかい、ジョシア。それノーコメントなんかい。何それやめれ、それやめれ、やめて。うわ、あれ、うわ、やばい。エテーネの二の舞だ。僕の後ろに障壁を張る。え、うわ、うわ、待ってくれよ。無理すんな、無理すんな、やめる。うわ、うわ、これきつっ。てか、あいつこんなことできんのかい。うん、そうだね。砕くまでだ。兄さん、無茶だ。いや、いける。止めてみせる。え、え、待って、え、そんなことできんの。おら、おら、砕け、砕けごま、いける。うわ、え、どうなんの、どうなんの、どうなんの。え、え、うわ、待て、え、ど、ど、ど、え、いや、隕石砕けちゃったらもうだいぶ。イフリートになるしか。うわ、ここでイフリートになるのか。体力的にどうなんだ。今、その時じゃない。あ、二人で、うわ、再生してもらってる。うわ、つ、うわ、これすげえ、うわ、無理すんじゃねえぞ。うわ、二人の力で。うわ、これいいな。うわ、この絵最高すぎかよ。うわ、うわ、うわ、すげえ。うわかっこ、あ、やべ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 、今コマンド忘れてた。おー、ぶね。うわ、こいつもお怒りだろうね。今が攻め時なんじゃねえか。どうする、まだやれるか、いけるか。誰に言ってるいいね。ただただ守られるだけじゃねえ、もう一緒に戦ってんだよ俺たちは。待てよ、これまずいな。これ来るよ。うわ、しょ、オーケー、避けろ避けろ。うわ、しょ、危ねえ。来いかい。オッケー、いいよ。もう一回来んな。あ、来ねえな。来いよ、俺ら。来い、ウィディー。よし、あ、待って待って待って。いや、ファイナルメテオやんな。待って待って待って。よし、うわ、い、え、これるわけには。え、これってどうすりゃいいの。え、今のってどうするべきだった。待って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 。どうくんの。待って待って待って。やべ、やべ、やべ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。うわ、危ねえ。倒したよね。倒したね。うわ、最後のこれさえ食らわなければさっき勝てたど真ん中にいたからか。ああ、避けられた。何これ、獣王の拘束具。あ、なんかに使えるんだね。強かった。なんでこんなやついるんだよ。ジョシア大丈夫か。急げ、新手が来る前に。うわ、いけるか。うわ、かなり体無理してるぞ。うん、うわ、クリスタル神殿はドレイクスパインの根元にある。城を越えないと。行こう兄さん。行くか。うわー、きつかったぜ。オープン。よし、開けて。いや、かなり遠いぜ、あそこまで。あ、でも割と、もうすぐか。あそこの一本橋、また、いっぱい出そう。
あの橋の先にクリスタル神殿があるはずだ。ここ絶対遠いじゃん。道めっちゃ出るぜ。行こう。うん、これで降ろして、この城壁の向こうにさっきの橋が、なんておしゃれな開き方するんだ。で、ここも戦いそうだけどね。いらっしゃりそうじゃない？大丈夫これ？あ、だよね。ですよね。で、お前らが一番めんどくせえやつだ。ほら。待てよ。忍者忍びのものだよ、これ。よいしょ。OK、まずはこれで削っちゃおう。大きく削って。邪魔をするな。痛い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 。ハトにあふれ。今だ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 。おら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 。よし。まだいらっしゃるのね。大丈夫だ。お前に負担が。そうだよ。おら。よし、OK。レイスもいらっしゃる。兄さんはなるべく力を温存して。おら。よし、おらおらおら。で、あいつも攻撃来るからね。よし、避けた上で攻撃を。よし、オッケー。よし、オッケー。ほら、ほら、ほら。よし、オッケー。また来やがった。証拠にもなく。ほら。よいしょ。ほらよ。で、ほら。よっしゃ、ほら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 。よっしゃ、ほら。もうよくわかんないことになってる。よくわかんないことになってる。ほら。よっしゃ。おら、よっしゃ、おら、よし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 、オッケー、削れる、おら、で、あとおめえか、おら、よしよしよし、オッケー、まだいる？あれ、なんかいそうじゃない？終わり？いや、戦闘は終わってねえな。なに、なんかエーテルが待ってるけど、なに、うわお前かい、うわキングで出来上がったぜ。よし、でウィルやって。サテライトやって、おら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 、よし、終わり、終わりだ、よし、よし、お前も倒した。あ、で、経験値だいぶもらったけど、それでもレベル上がんないね。オッケー、44レベルだもんな。なんとかなった。いや、だいぶ疲れたぞ。まだいるし。まあ、これどうする？終わんねえぞ。うわ、まだ出てくるのか。まだまだいるぞ。このままじゃキリがない。なんとかできねえか。下がれ、ジョシュア。うわうわ、言い過ぎだってこれ。待って、兄さん、ダメだ。え、クリスタル神殿はまだ先。ここで兄さんの力を使わせるわけにはいかない。じゃあだからといってジョシュアに。え、何？え、どちらさん？え待って、お前船ごと来ちゃったの？おい、ミド、やりすぎ、それやりすぎ。うおい、え何で来ちゃったんだよ。うわうわうわ、うわうわ、これやばい。うわー、この場面で来るのも BGM もずりよ全部。うわうわ、そっか。うわうわ、よかった。クライブ、間に合ってよかった。どうしてここが。ガブよ、ドレイクスパインへ向かうには必ず王都から天空橋を渡る。だからあなたたちの火星に行くならここに乗り込むべきだって。うわ、お前ほんとできるやつすぎるな、ガブ。それにあの方も。うわ、ディオンか。まさか来てくれるなんて。そっか、約束を果たしに来た。あ、そっか。ディオン・ドゥ・サージュ。あ、初か。助力に感謝する。うん、では気候がイフリートか。うん、ロズフィールド卿から伝言がある。最後まで自分を信じて戦え。
兄上もきっとそうした。そっか、伝えたぞ。確かに、ありがとう。うわー、ルサージュ教、うわー、ディオンでいい。おいおい、一仕事終えたって顔してるけど、まだ戦いはこれからなんだぜ。あ、グッズもいた。感動の再会はそれくらいにしとけよ。うわー、ああ分かってる。最後だぞ。必ず破壊する。これが最後の一つだ。